皆さん、こんにちは。的場塾集中講義、今回は5回目になります。言語学から見たアイヌ先住民族の嘘、マシとしてですね、東北のアイヌ語地名、そしてアイヌ語は縄文語を伝えているのかどうか、そういうことについて、検討してみたいと思います。副題にあります、国民を欺き続けたアイヌ団体と政治家たちとありますけども、学者たちまで、これに参加して、国民を欺き続けているというこの実態、お知らせします。まずはじめに、私の学問観というのをお知らせします。どんな種類の学問においても、またその段階においても、真っ先に求められるのは主観的の克服、自我からの解放、学者自身の個人的な意思と願望の沈黙であると。これはニーチェの悲劇の誕生に書かれている芸術についての論考に示唆を得て、私なりに考えたものであります。これはですね、国立民族博物館総合研究大学院大学教授の清水明俊先生が1998年の段階で、掲げている、計画というかな、であります。民族運動には外部から働きかける支援団体があり、民族の受けている抑圧の状況、回復される権利の内容、そして運動の戦術などを享受する。当該民族の人々はもともと自分たちが何者であるかさえ、この団体から学ぶといった、内幕である。民族集団が自己の伝統的文化を作り上げる過程を、当該の人々の怒りを招くことなく、いかにして記述したらよいのか、周辺民族を研究しようとする人類学者は、多かれ少なかれこの問いを迫られる。非常に示唆に富んだ内容です。これ、人気塾講師のですね、茂木さんという方が、YouTube で、アイヌについてね、お話ししてくれてるんですけども、大体ですね、これ6ヶ月ぐらい前に2度にわたって講義していただいてますけども、おおむね私の言ってることと同じなんですが、例えばですね、この日暮里についてね、これがどうも縄文語だと、いうようなことを言っている。でもね、これはですね、ちょっと調べ方足りないなと。日暮里っていうのはアイヌ語でも縄文語でもなくてね、江戸の中頃、水上運送のために新しい堀を掘削してですね、その周辺をですね、ニーボリとこう呼んでたんですね。ですから、それがだんだんと詰まってね、日暮里というふうになったわけですから、縄文語、アイヌ語どころかですね、これは江戸後期からの新しい地名ですね。元旭川博物館長、ね、現札幌大学教授の瀬川拓郎さんの論文を引用しながらですね、考古学者の松本さんっていうね、東海大学教授が論文で、こんな不思議な図を紹介しています。とにかく先住民族説ですね、アイヌのね、の先生方は、パピプペポのつく地名はですね、アイヌ語だ。京都のポント町も、ポン、小さい、そして塔は沼でですね、アイヌ語だというふうに言ってますけども、このポント町もですね、鴨川の中州を埋め立ててできたので、これは江戸初期ですよ。ですから、そんな時に京都にアイヌがいたわけでもないし、縄文人がいたわけでもない、つまり縄文語でも何でもないという、これが、こんなのは極端な話ですけども、いわゆるうち、ないのつく地名もアイヌ語だ、つまり縄文語だという、そういう主張がなされています。で、結局ですね、和語、これもみんなね、ずっと縄文時代からのアイヌ語系言語だというふうになぜか考古学の方面からこういう提言をされているという、不思議な図ですね。その代表がですね、現在札幌大学教授の瀬川拓郎さん。これは北海道新聞に連載された当時旭川市博物館の瀬川拓郎館長の記事です。瀬川さんはね、九州にもアイヌ語があった。これは縄文語、つまりアイヌ語が方言としてですね、残ったものだとこういうふうに言っていますよ。縄文語の方言がアイヌ語だそうですね。明治の学者ならいざ知らずですね、もう DNA 分析でアイヌが北海道へ入った経路と時期まで明らかになっていた、いたね、2016年の段階ですから、驚きですね。これが今では札幌大学の教授ですよ。慰安婦捏造記事を書いた朝日新聞の上村隆を教授に招いた北西大学といい、札幌の大学は一体どうなってんでしょうね。これは2015年の出版ですが、面白いですよ。内容を無断複製は禁じていますので、瀬川さんが旭川市博物館時代に展示したものを紹介します。もちろんこの著書にも書いてありますからね。これは瀬川さんの著書にもね、見えますが、旭川市博物館の展示です。
まあ、私などはちょっとこう見るたびに顔から火が出るほど旭川市民としては恥ずかしいんですけども、まあ、これは展示の一つですよ。まあ、国立科学博物館のね、篠田先生の文献を挙げながらですね、この本にはね、アイヌも萩原二重構造説が当てはまるなどと言ってみたり、もうめちゃくちゃですね。これまずこちらね、これ8世紀 旭川市博物館、アイヌはここの辺にいたそうですよ。ね、北海道の南部と東北ですね。8世紀、まあ、薩摩時代ですね。だからこれ何回も紹介しているけども、薩摩時代の土器とかね、そういうのがもう東北北部でも出てますから、それから今度そこからですね、ずっと北海道一円にわたって、そしてこの樺太、ね、それから千島、どん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 こう広がっていって、アイヌが東北、アムール、まあ、その辺まで進出したというかなり荒唐無稽な 図ですね。だってそもそもね、1356年の諏訪大明神会言葉には、日の本唐子の二類には旧約を重ねても言葉が通じないというのにね、まあ、こういう、ですからこの辺ですね、言葉通じないんですよ。で、大体もうこの8世紀ぐらいにはこのね、渡りの島蝦夷、あるいは東北の蝦夷にはね、言葉が通じてるわけですから、ちょっとついていけませんね。まあ瀬川拓郎さんの主張というのは、アイヌに関しても萩原和郎の二重構造モデルを肯定すること、金田一山田の東北アイヌ語地名を肯定している、熊祭りは縄文時代のイノシシ祭りに由来する、これもすごい、樺太アイヌのミイラ作りは縄文人の伝統だと、縄文人ミイラ作ってたんですかね、アイヌ女性の入れ墨は縄文人の習俗だ、アイヌは縄文人の思想、縄文イデオロギーを継ぐ人々、縄文イデオロギーって言いますけどね、まあ、数々の土器やなんかが出てるけども、この広い日本でですね、縄文イデオロギーというようなね、統一国家的な、あるいは統一民族的なものがあったと考えられるんですかね、この移動手段もそうないのにね。まあ、面白いのはね、自分が言い出したのを、先ほどの松本竹林が2006年の博士論文で引用したのがあるんです。それね、この蝦夷のもこの本の中にですよ、蝦夷の問題を考古学から追求している松本竹林も、東北地方のない、ペツ、地名について私と同じないがペツと変化したと考えられるとしています。というようなね、とんでもない、もう無責任、自分が言い出したことを今度は松本さんに押し付けているというね、すごいですね、この人。で、まあ、瀬川先生のね、主張は国立民族博物館のね、清水明俊先生が先ほども紹介しましたけども、1998年に示していた懸念そのものですね。これアイヌに当てはめてみましょうか。人類学者がアイヌ族の文化運動ないし民族運動と対立することを避けようとするならば、研究自体を断念するか、あるいは民族運動の協力者となることを選択することになる。しかし、この選択肢は人類学の方法を通して把握される事実についてかなりの部分の解釈を断念せざるを得ないだろう。運動が作り上げる民族文化像について、それを対象化し分析するのではなく、運動とともに民族文化を作り上げることに努力することになるだろう。まあ、まさにね、ウポポに行くと新しいアイヌ文化がいっぱい展示されてますよ。まあ、こういうことですね。まあ、やっぱりね、こういうボタンの掛け違い、どっから来たかっていうと、やっぱりバチラー先生っていうことになっちゃうんでしょうね。アイヌ民族の自負ですからね。まあ、こういう人なんですけども。大体日本の先住民族説、ね、バチュラーとかチェンバレンね、そういう人たちがアイヌ語地名っていうね、富士、伊豆、能登、山都、山城、宇陀、ね、出雲、壱岐、まあ、こういうのみんなですね、アイヌ語だと。そして、蝦夷は蝦夷で、それはアイヌなんだというふうにしたわけですね。これ、バチュラーがね、アイヌと出会う動機なんですけども、で、哀れなものを軽蔑することは人道に外れたことで、学生たちはまるで気違いほど傲慢になって信じがたいこと、驚くべきことを申した、なんていうことを書いてあるんですが、これはですね、誤解なんですよね、実を言うと。つまりですね、バチュラに対してですね、これはビラトリ方面のですね、神話を、まあ、アイヌの言うからにかかの
まあ、いわゆる神話ですね、自分たちの起源を示す、そういう話をしたということだと思いますよ。つまりですね、みやびな、身分の高いですね、女性が流れ着いて、食べ物がなくて困っているところに、犬がですね、食べ物を届け、いつの間にかですね、犬とこの女性との間にですね、子供ができて、それが全土に広がったのがアイヌなんだという、これ、ちゃんと伝承があるわけ。それをお話ししたところが、まだ日本語が十分わからなかったというふうに思いますよ。さまざまなこれからの話をすればよくわかると思いますけども。例えばね、まあ、犬吠埼もアイヌ語だってね、これは全くただ音が犬吠えとなるのであって、決して犬がたくさんおってですね、吠えるわけではないと分かりました。すなわち、音をとってアイヌ語で意味を考えますと、大いなる平地の出たところとなるのでございますという。まあ、これをね、金田一京助や山田修造が踏襲してしまったわけですね。この音をとってアイヌ語で解釈するということをね。まあ、森あたりのアイヌはね、皆、アイヌの風俗をやめて日本の風に生活をしておりました。兵装使う言葉、着物、家、道具、その他何でも皆日本製で、アイヌと思われるのを大変恥じていることは驚くべきことでしたという。まあ、明治だけでなくて、これもう江戸の末ぐらいにはもうこの辺りまでは和風化してますね。こんな風にしてね、アイヌを大切にするなんて言いながら、これですよ。樺太アイヌのデンベさん。寒くなったので、ストーブを据え付けて勉強することにいたしました。デンベさんはそれを大変喜んで、ストーブの傍らへだんだん寄ってまいりました。ところが、どうもすごい臭い匂いがして、胸が悪くなって耐えられません。その後、私はもう懲りて、デンベさんを火に近寄ることを許しませんでした。アイヌ語を習っているデンベさんですね、バチェラーがね、それをですね、臭いからといって遠ざけるという。まあ、これがやっぱり向こうの人たちのアイヌへの愛情なんでしょうね。実態がよくわかる。これね、津軽外釜蝦夷との混同がありますよ。己の民族自尊の心の少しもない点は、青森県に住んでいた多くのアイヌから帰化した村民と同じような心でした。昔、日本にいたアイヌの血統は、日本全国至るところ、九州本土全部まであったのですから、とこう来るですね。青森県の津軽蝦夷についてはね、以前詳しく話しましたが、まあ、これは釈迦の乱の前にですね、部族同士の争いを逃れて、流れ着いたアイヌですね。返されることになったんですけど、返されるとですね、殴り殺されると言って、居住を懇願し、許されてですね、釈迦の乱の時は通訳や飛脚船を出してですね、津軽藩に協力してますよ。富士山もアイヌですからね。神武天皇様が初めて大和においでになった時分、日本の至る所に蝦夷、すなわちアイヌ民族が多く住まっていました。樺太から九州の果てまでいたのです。アイヌ語の富士という言葉は、祖母、おばあ様、または火の神という意味です。こう来るわけですね。ま、もう奈良時代の万葉歌人、ね、山部赤人も真っ青ですね。田子の裏に打ち入れてみれば、白妙の富士の高嶺に雪は降りつつと、ね、我々はその百人一首でおなじみなんですけども、この奈良時代にもう、ね、すでにアイヌがいたんですね。これ、アイヌの名前が残ったんですね。驚きです。まあ、これ、明治41年2月3日ね、これ、バチェラーの講演内容が新聞に出てたんですけども、日本語はアイヌ語由来で、アイヌ語はアリアン語系、日本人はモンゴロイドではなくアリアン人種であると。チチ、ピチ、ハハ、ハボ、コウホ、テケ、サル、サロ、カブル、カムレ、サゲル、サンゲ、トウイ、ツーイ、クロイ、クンククル、コーリ、コンル、カミ、カムビ、まあ、本州語のね、アイヌ語地名、まあ、その他、若狭、武蔵、能登、富士なんて言って講演してますよ。まあ、日本の学者たちはよくおとなしく聞いていたもんですね、こんなことをね。アイヌ、文字ないのに紙必要だったんですかね。北海道ね、猿いないですよね。なかなか、すごいですね。これはね、先ほどの本にね、出ていた、私と便利周長ってね、これが今度は、バチェラーにアイヌ語を教えたり、アイヌの風俗を教えてるんですね。左はね、これ、ヒチコックが、明治の初めの頃ね、アイヌのね、さまざまな、文献、これを残してますよ。これはね、すごいですよ。まあ、最もですね、露骨に、便利がね、白状しているのがね、これ、ヒチコックに
書き残されていますね。私は有名な人物の老首長ベンリに注目した。ついでながら彼に関しては気づかれているであろうが、バード女子について彼が随分たくさんの嘘をついてやった女だと言っている、うんうん、と。つまりですね、このヒチコックは他の学者たちも気づいているだろうがとこう書いてるんですけども、ベンリっていうのは嘘つきだという非常に警戒しているわけですね。だからそれをね、真に受けて辞典なんか書いたね、そのバチラーに対してですね、チリーマッシホもね、アイヌ語辞典なんかは徹底的に批判してますね。まあこういうことですね。これが便利空詞ね。例えばこれチリーマッシホなんかね、先ほどあった氷ね、アイヌ語は古いアイヌ語はルプっていうんだよね、溶けるものと。日本語の氷は凍るという動詞の名詞形で、凍るものという意味。温帯地方の民族には水が普通で、氷は水が一時的に変化した状態ね、氷。雪や氷に閉ざされた生活していた北方民族は氷こそ平常の状態だとこう考えるわけで、だからさっきのコンルっていうのはアイヌ語じゃないんだと、ね、これは日本語から来てるんだというふうにチリマショーは言うわけですね。まあ金田一京介のね、アイヌ語に関する論文や講演録をまとめたもので、これ金田一はこれ何回も紹介してますけども、この3つの原則なんですね。北海道、東北の原住民だと、アイヌは。それから、アイヌはイコールエミシー、として、アイヌは白人であるということになってますよ。金田一京介の諏訪大明神絵言葉の語読ってね、渡り島はね、王より廃山したるもの、すなわち日本文化に良くしていた北海道入り口のアイヌだとこうなる。まあ、これ何度も紹介してますけども、盲人、け人と書かれた絵美書をですね、文字通り毛深い人と語読して、アイヌとしたために起こった間違いですね。正しくは東北北部から道南、道にかけての薩摩文化人ですね。これもまた面白い。奥州藤原氏はアイヌだと。で、清平、元平、秀平のミイラがある。これはそのカラフトアイヌのね、ミイラを作る、そういう習慣な、アイヌの壮麗だと、こういうふうに言ってますよ。まあ、歴史的に見るとですね、清原氏は恵美氏の直系であります。ところがですね、この清平、これはですね、安倍氏の直系です。それはなぜかというと、清原氏が台頭してですね、清原氏直系の実平が急死したために、そこに安倍氏の遺志がですね、藤原の清平として相続したわけですね。その辺をちゃんと理解してないと大きな間違いですよ。それでですね、これで1958年、札幌医科大学法医学室のね、助教授、後に東大のね、教授になられた萩原さんがですね、この解剖してるんですね、この奥州藤原氏4体の遺体をね。で、遺体に処置の跡がなく、自然にミイラ化したんだと。それから藤原氏がアイヌであることは形態学的に否定する。東北土着民でもなく、京都系の顔をしてる。だから先ほどのね、清平が、後を継いだ経緯とぴったり一致するわけですね。まあ、カラフトアイヌはね、この内臓を取り出して処置しますけどね、北海道アイヌではこうした処置や立派な墓はありませんね。まあ、ちらっとこれ説明しますけども、ここね、酋長が死ぬとですね、腹を裂いて内臓を出すと。そして、これ1年間くらいかけてね、洗い続けるわけですね、女がね。それが途中で腐るとね、女を先に殺して酋長も女も穴に埋めると同じじゃないね。で、うまくいってですね、1年間こういう立派な墓を作る。で、この頃ですね、この頃っていうか江戸時代の初期ですね、樺太を訪れたヨーロッパ人なんか見ると、その下が、この墓の、ね、下がすのこ状になってて、その上に遺体が置いてあるというふうになってますね。これは昭和17年出版の本ですね。まあ、明代の文献ですけども、きっちり名ってね、これに書いてありますけど、これに4種類あってですね、まあ、二部碑とかギリアークって今言われてますけどね、その中に死者の腹を裂いてですね、焼くという、そういう記載が見えます、ね、だから樺太アイヌと非常に近いですね。まあ、これ金田一京介の先ほどから紹介している本ですね。ここに恵美氏とアイヌの相違は、つまり本州にいたアイヌが江戸で、恵美氏で、北海道に残った恵美氏がアイヌだったというふうになってますね。まあ、ちょっとついていけない
発想ですね。こういう結論から始まるんで、あれもアイヌ語、これもアイヌ語というふうになっていくわけですね。言語学から始まったんでなくて、最初の固定観念から言語を介したという、まあ、そういう真逆のことをやってしまったわけですね。これは東北のね、薩摩文化圏っていうかね、薩摩土器の入れたところね、まあ私、これ九十数箇所なんだけど、その後の文献調べましたらですね、104箇所、今のところね、大体縄文遺跡の部分と一致しますね。まあ、二重構造説、もう一回復習しておきましょう。東南アジア起源の縄文人という奇想集団の上に、弥生時代以降、北東アジア起源の渡来系集団が覆いかぶさるように分布して混血することにより、現代日本人が形成された。渡来系集団は、北部九州および山口県地方を中心として日本列島に拡散したので、混血の程度によってアイヌ、本土人、琉球人の3集団の違いが生じたと、こういうふうになるわけですね。まあ、これがもともと縄文人がいてね、こうずっとこう来たんだけど、日本に来たんだけど、そこに、北東アジア人、まあ、弥生時代にね、こういう人たちが来たんだよという話ですね。まあ、これは山田修造さん、ね、秀蔵さんっていうのかな、アイヌ語地名を歩くってね。まあ、金田一京助と随分と指導を受けてるね、まあ、誤りを犯してるんですね、ここね。東北ではないが圧倒的に多く、ペツは極めて少ない。北海道では北部にないが濃く、ペツは南部地帯に多く残っている。まあ、こういう、ね、そして、その南になっている東北地方で、また再び圧倒的にないが濃いのであると。何度も紹介してますけども、大きな川を意味するのが別、ペツ、小さな谷を意味するのがないだというふうになってますけど、まあ、カラフトではそれが逆だとかね、地方によってもね、まちまちなんですけども、例えばですね、このアイヌ語地名の研究ね、例えばこの別だけでなくて、ベとかね、ブ、ね、こういうものも全部アイヌ語地名だとこういうわけですね。ベっていうのはね、これ、そのあたりですね、これ、そのあたりっていう意味するもんですね。それからこのベ、このブはね、当時の職能集団、ね、これも全部別だとこういうわけですね。まあ、こじつけも甚だしいですね。例えばですね、このしないとかね、いない、よない、米沢、これ、くれないねってね、これも触れないで赤い川だって言うんだよね。こんなこと言ったらもうね、みんなアイヌ語の地名になっちゃいますね、東北ね。で、牛のつくとこはね、これね、牛でところって意味だと。だからこの牛っていっぱいありますね。猿牛なんていうの、これも牛だって。ね、牛と読まれたら都合悪いところは、みんなこれ牛にしたっていうね。もうひどいですね。まあ、このあまり詳しく、まあ、また別の機会に言ってますんで、そっち見てください。で、本末転倒なんですね、結局。アイヌ語の漢字表記は、まあ、九代ね、水戸藩主、徳川斉昭公の計らいでアイヌが困らないように似た発音の漢字を当てたもんですよ。で、和人はアイヌ語を正しく発音しないで、欧州訛りになると。その和人の訛りをアイヌが真似て、アイヌ語が変化するというふうに、大内庵は言ってますね。これも江戸末期に、東蝦夷に派遣された医者ですね。欧州にアイヌ語地名があるのではなく、欧州言葉や地名の表記が北海道に持ち込まれたということなんですね。まあ、松浦武四郎のね、地名の解釈なんかもね、あれですよ、永田芳政なんかは批判してますね。小島京子さんもそれを挙げて、批判してますけども。要するに、状態を表す修飾語プラス地形、これでもうね、アイヌ語の地名は決まると。同一語端の共通認識であり、地名とは言えない。川、山、崖だけでは固有名詞とは言えない。和人の交易で地名を共有する必要性があった。例えば、泊、釧路などは、これは和語だと。ね、アイヌ語だとこう信じられてきたものがいっぱいあるんだと、和語にね。そういうことを言ってますね。で、小島京子さんはね、東北地方のアイヌ語地名に対しても、地名の言葉の解釈ではない歴史的な一考が迫られることになると、こういうふうに言ってます。小島京子さんは、服部四郎先生などとね、の下でですね、アイヌ語方言辞典なんかを編纂に協力した方ですね。これはですね、2011年の段階でですね、東北のアイヌ語地名を考え直さなきゃいけないぞという提言をしている先生がちゃんと言いますね。これ、ご覧ください。タイマグラはアイヌ語のタイマクの天下で、森の奥へと続く道という意からの命名とされています。ここはまさにそのような佇まいです。しかし、近年の歴史学や DNA 遺伝学の見地からすると、
アイヌ人が東北地方に住んでいたという事実はない。下北の海沿いは例外、ことが分かってきました。この下北の海沿いというのは、先ほど紹介したですね、アイヌの戦いに敗れてですね、流れ着いたアイヌですね。科学の進歩は、アイヌ語に由来すると考えられていた地名を日本語に求めるように促していると言えます。こういうふうに、ちゃんとしてますね。その中で、この日本語で どういうふうに解釈するか。タギマ、タイマですね。シャガの行ける道狭く、地、タギタギシ、カリキってね、タギタギシ、険しいっていうね。そういうことを書いてますね。道が曲がりくねって、でこぼこ歩きにくい状態を意味する語で、古語のタギタギシと同源ですと、ちゃんと書いてありますね。それから、その一角が小高くなっている、ね、広場があります。これがクラ、ね。天の岩倉とかね、高見倉のように一段高いところのある場所をこう意味する。要するに、ちゃんと和語できっちりとね、音をね、こじつけてアイヌ語にしなくても解釈できる。しかも DNA でもう分析がされている。2011年の段階ですよ、これね。県立博物館の先生ですけど。それどころかですね、これも、Facebook の友達がですね、お知らせしてくれたんですけども、これ、奈良県吉野郡にね、大蛇蔵っていうね、そういう、やはりこういう地名があるんですね。で、これ、古典をね、原文で読むために、いろいろと、古語辞典をね、買って見ているとね、ちゃんとですね、ここに書いてあるんですね。ここご覧ください。ね、この、ないっていうね、ないというね、本来土地を示す名に、いがついたもので、ね、こういうふうに書いてあるんですね、ない、ね。で、これは小学館の古語大辞典。これになると、このね、ちゃんと参考文献が出てる。まあ、それでですね、これ、国立国会図書館にちゃんと公開されてますんで、読もうと思ったら非常に読みにくいんで、買いました。新村いずるさんってね、とにかく、こう文化勲章をもらってですね、岩波の広辞苑の編集者でもありますよ。で、この最初の方にですね、亡きが最も古い時代においては土地を、ないがね、ないが最も古い時代においては土地を示した語でなければならないと。それから、なというね、土地、それから、とフィックスしている意味をつけて、ないという言葉がね、作られたんだということですね。まあ、そういうふうにしてですね、なという字はね、例えばこの朝鮮語系にもあるし、ね、そういうふうに言ってますよ。で、これ、2017年のね、同心の水曜討論、なかなかこの頃はいい文章っていうかね、記事を書いてましたよ。国立科学博物館の篠田健一先生のね、ことの記事を書いてます。DNA 分析により、こうですね、近世のアイヌ民族がロシア沿岸地方にルーツを持つオホーツク文化人から影響を受け、シベリアの先住民族とも遺伝的な関係があることが分かりました。これは都合悪いんですね。まあ、こういうことなんですよ、早い話はね。まあ、何度も強調しますけども、1356年の諏訪大明神会言葉に、渡利島には言葉が通じる、ここね。渡利島には言葉が通じるが、日の本と唐子には、旧約を重ねても言葉が通じないとあります。これはね、どういうことかっていうと、文化の異なる集団が徐々に社会を接したときはね、徐々に言葉が通じるようになりますね。この日の本唐子はね、全く何回翻訳しても言葉が通じないということは、この2つの集団がね、この1356年頃に大量にね、しかも一時期にね、大量に押し寄せたということの一つの証拠だと私は思いますよ。まあ、いろいろとあらゆる方面からね、科学的に矛盾のないように、アイヌについてお話しさせていただいてます。まあ、もっと詳しくね、本来の文献に当たりたいという方は、この科学的アイヌ先住民族指定論をぜひお求めください。で、実際にですね、当時、その江戸時代にね、北海道へね、派遣された人たちが見たアイヌを知りたい人は、この現代語で読む北海図碑とか、まあ、東海やわなんかを読んでいただきたい。まあ、そこにですね、例えば、釈迦院の乱とか、毘沙門院の乱とかね、あるいは、国後女成の乱とか、そういうことについてもですね、こういう実態をですね、まず皆さんに理解していただいた上でですね、自分の考えを披露しています。まあ、ただこれはね、なかなか今の出版界には受け入れられない。
そういうものですので、ぜひお買い求めになって読んでください。今日は以上です。